はい、今カタナの説明に移ろうと思ったんだけれど、雨が激しいんで、雨風が激しいんで、あまり大きく動けないんで、急遽予定を変更してオリンピックの風の方の関連でやる、うん、オリンピックの空手を肩を見た限りではみんな一生懸命やっていた、みんなよく体鍛えていた。だけど随分力が入っている感じがあった。女性は女性なりに力が入っていた、男性も力が入っていた。どうやら今のスポーツガラスの世界では力いっぱいでやるのが、もちろん力いっぱいだけやったらいかんけど、力いっぱいで厳しく決めていくのが肩のように思われる。私の昔の先生、大塚先生、大塚博之先生、初代2代目や3代目のことは言っていない。初代の大塚先生はあんなに力を入れて肩をやらなかった。大塚先生は明治から唯一の名人と言われた空手十段であるけれども、あんな力を入れて肩をやらなかった。今のオリンピックなんかでやっている現代空手の方は力いっぱいピッピッとやるのをよりとしているような感じである。大塚先生なんかもっともっと力抜けている。そして一応もう今となっては私はあの空手の方は実戦では全然使えないことに、肩のための肩になっているということで見ているが、今からこの人と説明をする。例えば上段打ち受け、ミーッと大きくして、ミーッと大きくして、バーンと大きくして、ドーンと大きくして、こんな大きい肩では使えない。普段でも1、2、3、4とこうやってやってる。実際問題には使えない。大きすぎる。何歩早くやっても大きすぎる。上段の打ち受けも1、2、3、4と、これも大きすぎる。上段と中段受けも1、2、3、4、大きすぎる。やっぱり一瞬ではまず小さくて力を抜いたものになっちゃう。下段払いでも1、2、3、4、5、6、こういうふうに大きすぎる。ああいうふうに大きすぎるやつは時間がかかる、遅い。それからモーションが大きすぎる。思想に至っては、例えばこうしておいて2、3、4、5ということで、これも大きすぎる。そういうふうに大きすぎるものが肩になって肩競技が行われている。したがってあの肩競技はそのままでは十分全然持っていけない。十
自由運転に使うことが最終目標だと思うけれども、その最終目標からどっと離れてというか、もうどこに行ってまたはまた自由運転は自由運転というふうに別々に肩がやられている、肩競技となっている。すなわち最初の負荷運動と全く同じようになっている。そういう意味で残念ながら肩競技は肩競技として見通す。あれがトラセダンという言い方は、私の考えでの活用です。大塚先生といえども、やはりああいうふうな大きなことをやっています。そういう意味では今とちょっと言ったところがあります。大塚先生もうちょっと小さかったな、なんかがでもうちょっと力が出てきていたなということで、私は懐かしく思っています。できるだけ終わる。あなたが強いので終わります。